でも一番辛かったのが、もうクッキング、ハーチャマクッキング。自分の料理で自分を苦しめる日が来るとは思わなかった。めちゃくちゃ食べていいのが許されてるのが、ハーチャマクッキングの日なわけよ。自分が作った料理を全部食べるっていう日だからさ。だけどさ、今までダイエットで毎日毎日たくさん食べたくても、ここまでって決めて我慢してる分を、今日はたくさん食べていいよって出される料理が自分のハーチャマクッキングで作った失敗作なんですよ。それで、もうさ、今までずっとさ、頑張ってきたのにさ、そんな意味のわからないチンチクリンみたいな料理をさ、たくさん食べて体重が増えるんだよ。もうさ、嫌だと思って嘆きながら食べてました。で、そのクッキングの悲しいお知らせっていうのがですね、実はですね、チョコ先生の大好物って言われたチンジャオロースのハーチマは頑張って作ったんですよ。で、2回目で終了なんですけど、それに関しては。で、2回目の収録の映像は残ってるんです。1回目の収録の映像が全部消えました！本当にショック！というわけでですね、ハーチマは、プラン B に行くことにしました。2はもうできてると。じゃあ、逆に、1で作ったハーチャマの謎のチンジャオロースを再現してみようっていうことになりました。なので、次回の撮影、ハーチャマの一番最初に作ったチンジャオロースを再現したいと思います。いやー、でも料理上手くなっちゃったからな、どうしようかな、本当に。